はい、こんにちは。ということで緊急事態宣言が解除されましたので、エノラダイビングサービスとしては6月1日を営業再開の予定日としています。で、現在見ていただいたら分かる通り、重機を使ってエントリー口の整備をしています。まあ、例年の台風によってかなり影響を受けているんですが、今回また重機を入れてエントリー口を整備しているので、営業再開日からまたスロープがちゃんと使えるようになりますので、久しぶりのダイビングは快適にご利用していただけると思います。本日はこの重機の作業の様子を少しご覧いただければと思いますので、見てみてください。どうぞ。はい、ということで営業再開日からエントリー口も快適にご利用いただけますので、ぜひまた遊びに来ていただけると嬉しいです。ということで、エノラでお待ちしてますので、営業再開までもう少々お待ちください。